まして正面、リアルスティールでございます。こちらはディープインパクトの後継志望場でございます。初年度3区が昨年のセレクト、登場いたしまして最高価格が7000万円、9頭が落札されまして平均が3000万円を超えておりました。種付け料は250万円で、初年度の時よりも少し、上がってきてはおりますが、早くからたくさんの申し込みをいただいて早々にブックフルと、させていただきました。おそらくこの、馬の参考を見た方々みんな褒めていただいているからこそこれだけ申し込みが多くいただけているのかなと、思いますが、その産駒の特徴といたしましてはディープインパクトの後継種牡馬の中でも、最もディープインパクト産駒らしい、要素を持った、子が出ているような印象でございます。ただ父の産駒よりも若干足長なバランスがちょっと高めな馬が多いかなというような印象もありますが、ただ目を引くような品の良さですとか、地面を軽くすがるく弾くような身のこなしというのは非常に父の産駒に似ているというのがこのリアルスティール産駒の特徴かなと感じております。またこの馬を日々触っている今現在引いているスタッフもですね、運動をさせるときやさまざまな場面で産駒の中でもディープインパクトらしさを一番感じるというようなことを言っております。普段の運動を見ていましても積極的にとにかく自分から動いて走ったり体を動かすというのが得意なタイプでございまして、自分からまずやめることがないというような活発さも見せておりますので、非常にどんな段階に育成段階に移ったりしても非常に前向きに走ってくれると思いますので、おそらく仕上げていく面でも非常に扱いやすい馬場の産駒になるかなと考えております。リアルスティールでございました。